お久しぶりです。はい、今日も仕事が終わりました。はい、お疲れ様です。今日はね、お腹が空いたんで唐揚げでも買いに行こうと思ったんですけど、家にね、この手羽中があるのをちょっと思い出してね、あ、もう自分で揚げてやろうと思って、はい、今日はね、この手羽中をね、揚げていきたいと思います。もう大好きなんですよね、この手羽中。手羽先よりもやっぱ手羽中の方が好きですね。これね、前にも唐揚げを作ったことがあるんですよ、この動画ですけど。これ前にね、唐揚げを作った時に、僕はね、今まで全く料理をしたことがなくて、で、やっぱりシングルファザーとして、パパとして、やっぱこう料理をできる男になりたくて、唐揚げをね、前作った動画を上げたんですけど、全くその知識がなくてですね、結局水浸しのまま素揚げをしてしまって爆発するっていう動画をね、あれ生き恥の動画をちょっとアップしたんですけれどもね、その時にね、いろんな人からね、それ素揚げやんって言われて、唐揚げ、僕が思ってた唐揚げって素揚げやったみたいで、はい、なので今日はね、ちゃんとした唐揚げを作ってみたくて、はい、頑張ってみますね。今日はちゃんとした唐揚げを、もうちょっとね、前の動画をね、最近また見たんですけど、ひどかったですね、あの唐揚げ動画は。もうちょっとね、見せれるもんじゃないですね、あれは。今日こそはちゃんとした唐揚げ作っていきましょう。はい、まずは出します。あ、いいですね、もううまそうですね。はい、ここでちゃんとね、水気取りましょう。これですよ、大事なのは。前ね、これを怠ったせいでね、油が跳ねに跳ねてね、ちょっと僕はそれ以来ね、トラウマになってしまったんですよね、揚げ物が。なので、こうちゃんと水気を取るってことを覚えましたから。あ、いいですね、入念に水気を取っていきましょう。いいですか、これ水気取らないと爆発しますよ。はい、じゃあ次は下味をつけていきましょう。僕はね、料理を今までしたことがなかったんで、下味をつけるっていう概念がまずそもそもなかったんですよ。なので前に唐揚げの動画上げた時に、コメント欄でね、皆さんに教えてもらってね、あ、下味をつけるもんなんだっていうのをね、学んだんですよ。なので今回はね、しっかり最初にね、味をつけていこうと思って。はい、これね、なんかよくわからんものを入れてますね、今。あ、これ僕大好きなやつですね、これも大好きなやつ。もう一回入れちゃう、もう一回入れちゃいましょう。はい、みりんですかね、みりんをね、ちょろっと。はい、お酒も入れましょう。正直ね、お酒入れたらどういう意味があるのかちょっとよく分かってないですけどもね、皆さん入れてるんで僕も入れていきましょう。はい、もみくちゃにしていきます。これあれですよね、意外となんか感触が生々しくてね、僕はね、なんか変な気持ちになりましたね。はい、漬け込みましたね。これ冷蔵庫でちょっと寝かしますね。で、油を入れていきます。はい、もうこれね、15分ぐらい寝かしたんでね、本当はもっと寝かした方がいいですけどね、今日ちょっとね、時間がないんで15分だけ漬け込みました。もうムニムニなんですよ、これご主人様のお尻ぐらいムニムニでね、すごかったですね。はい、そしたら次はですね、またちょっとね、水分をね、飛ばしていきましょう。ここで取っていきましょう。これね、怖いんでね、跳ねたら。入念にやっていきましょう。あ、もう必死ですね。やっぱ前回のあの油が爆発したことがあるんでね、ちょっと本当にトラウマになってるみたいですね。はい、粉をね、振りかけていきましょう。前回は本当にこれがなかったんですよ。これをしなくて素揚げにしたんで、やっぱダメだったんですよ。まず粉をつけるっていうね、ことを知らなかったんでね。はい、じゃあトラウマタイムですね。あ、嫌そうですね。まあもう嫌ですね、僕も爆発した経験があるんでね、ちょっと怖いですね。はい、このなんかガードナーみたいなのもやっていきましょう。はい、恐怖の瞬間どうぞ。すごくないですか、これ。
油がね跳ねないんですよ。前はね入れた瞬間にバチ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 って油が跳ねて爆発して、もうその時点でトラウマになったんですけど、今回ね全く油が跳ねないんですよ。すごくないですか。もう天ぷらですよ、天ぷらじゃないわ、唐揚げですね。これはすごいですよね。粉って本当に大事なんですね。ちょっと入れすぎですね、これは。もう詰め込もうって感じですかね。お、グッジョブ、グッジョブが出ましたね。すごいですね、本当に唐揚げですね。お、満足そうですね。かなり満足してますね。けどね、この時いきなり油の跳ねる音が大きくなってビビってましたね。この時はいきなり油の音が大きくなって、ちょっとまだね油のことは 100% 信用はできないですね。まだ心は開けないですね、油に。はい、揚げていきましょう。いいですね、結構いい感じじゃないですか。もう前回のと比べたらもう月とすっぽん、もうすごくないですか。めちゃくちゃ美味しそうですよね。こんなにね綺麗にできると思わなかったです。はい、もうこれはもう大成功じゃないですか、今のところ。はい、ということで出来上がったので、近所のあの友達カップルの家に持っていきたいと思います。やっぱね人に食べてもらって評価を聞くのが一番なんでね。いつもね僕が食べたらねめっちゃ美味しいしか言わないんで、ちょっと僕もね正直貧乏舌なんでね、何食っても美味しいと思っちゃうんで、はい、とりあえず今日はね近所のカップルのお家にこれを持っていこうと思います。そのカップルもね両方高知県民で、なんなら今日また別の友達がそのうちに来るみたいですけど、そいつも高知県民で、僕ねこの家の徒歩圏内に6人ぐらい高知県民いるんですよ。恐ろしいですよね。もうちょっと半分高知県ですね。ここは関東ですけどね、関東のちっちゃい駅なんですけど、もう僕の中でここはね半分高知県と同じですね、ここは。はい、行きましょう、持っていきましょう。いやドキドキしますね。なんかウーバーイーツの気持ちですね。ウーバーイーツ働いたことないんですけど、こんな気持ちなんですかね。はい、なんて言われるかドキドキします。ちょっとビビるかもな。はい、開けてもらっていいですか。あー、じゃあお願いします。おー、おーい、いただきます。パセリとかのっけたもんね。パセリね、厳しめの意見もね、まあるよパセリ。手羽先系ね、骨付きのやつも、ね、美味しい。え、うん、食べていい。うん、どう、送ってください、送ってください。もうちょっと10倍美味しい。もうちょっとやめてよ、土佐弁やめてよ。もうちょい、あれ塩味があった方が。塩味が、うん、塩あるよ、ね、あ、あった、塩あった。これ塩足りんかった。いや、十分やと思うよ。マジ？でも今酒飲んでるからだと感じる。ああ。美味しい美味しい。うまそうなもん食ってるな。美味しい。マジ？柔らかい。何点ですかこれ？100点満点中。62点。おーい。